こんにちは、シュウキです。皆さん、クラフトポイント足りてますか？強力なデッキを組もうと思うと、必要なウルトラレアのカードが多くなりがちで、クラフトポイントやジェムが不足してしまいます。そこで今回は、クラフトポイント不足な皆さんのために、ウルトラレアなしで組める格安なマイナーテーマを紹介していこうと思います。あくまでテーマ内のカードにウルトラレアがないものだけで、勝てるデッキにするには汎用ウルトラレアが必要な場合はありますのでご了承ください。汎用カードを大量投入したとしても勝てるか怪しいテーマも含まれていますので、その点もご了承ください。今回はウルトラレアが含まれない23テーマを探してきましたので50音順に紹介していきます。アクアアクトレス、アニメアーク5で鮎川鮎が使用しています。水属性水属で統一されたテーマで、アクアリウム永続魔法でサポートしながら戦います。元々のステータスはあまり高くありませんが、耐性とステータスアップを付与することが可能で、強力なモンスターとも打ち合えます。全7種類でスーパーレアが1種類、レアが1種類、ノーマルが5種類、収録パックはレガシーパックになります。アモルファージ、地属性ドラゴン族で統一されたペンデュラム召喚が得意なテーマで、強力な制圧効果で戦います。維持するにはスタンバイフェーズにモンスターをリリースする必要がありますが、相手の行動を封じることができます。全11種類でスーパーレアが1種類、レアが4種類、ノーマルが6種類、収録パックはシークレットパック成長する竜剣士、レガシーパック、マスターパックになります。アンブラル、アニメゼアルセカンドでベクターが使用しています。闇属性悪魔族で統一されたエクシーズ召喚が得意なテーマです。ランク4エクシーズをメインに戦います。テーマ単体のパワーはあまり高くありませんが、恵まれたステータスで豊富なサポートカードに対応します。攻撃力や守備力がゼロのカードが多いのも特徴です。全6種類でレアが1種類、ノーマルが5種類、収録パックはシークレットパック7項の剣、マスターパックになります。占い魔女、アニメ 5Ds でカーリー渚が使用しています。魔法使い族で統一されたテーマで、ドローした時に特殊召喚し固有効果を発動できます。いずれも攻撃力がゼロなので、サポートカード開運ミラクルストーンで攻撃力を上げて戦います。カードパワーはあまり高くありませんが、魔法使い族に関する効果を持っているため、種族サポートとしても活用できます。全9種類でスーパーレアが2種類、レアが3種類、ノーマルが4種類、収録パックはシークレットパック運命の魔女、マスターパックになります。エスプリット、風属性鳥獣族スピリットモンスターで統一された儀式召喚が得意なテーマです。儀式モンスターを含め全てのモンスターがエンドフェーズに手札に戻るスピリットモンスターとなっています。サポートの魔法トラップはスピリットモンスターが手札に戻った時に効果を発動します。全8種類でスーパーレアが2種類、レアが1種類、ノーマルが5種類、収録パックはシークレットパック気高き神の魂、マスターパックになります。クラウディアン、アニメ GX でアモンが使用しています。水属性天使族を中心としたテーマで、戦闘破壊耐性とフォックカウンターに関する効果を持ちます。多くのモンスターが戦闘で破壊されず、守備表示になると自壊する共通効果を持っています。フォックカウンターを使って除去やハンデスを行い、じわじわと消耗させていきます。全19種類でスーパーレアが3種類、レアが6種類、ノーマルが10種類、収録パックはレガシーパックになります。クロサソリ、闇属性戦士族で統一されたテーマで、戦闘ダメージを与えた時に効果を発動します。テーマとしての性能はあまり高くありませんが、ドンザルーグを使ったハンデスデッキやイバラのミーネで死のデッキ破壊ウイルスのコストを用意するデッキが活躍したこともあります。逃げ足のチックは純制限に指定された実績もあります。全7種類でスーパーレアが1種類、レアが2種類、ノーマルが4種類、収録パックはレガシーパックになります。軍艦、炎属性水属で統一されたエクシーズ召喚が得意なテーマで、通常モンスターを扱います。全ての軍艦カードは通常モンスターシャリの軍艦に関する効果を持っています。シャリの軍艦を使い回しながらエクシーズ召喚を狙っていくのが基本戦術です。全11種類でスーパーレアが4種類、レアが2種類、ノーマルが5種類、収録パックはマスターパックになります。幻王竜、水属性幻竜族で統一されたテーマで、通常モンスターとトークンを扱います。属するモンスターは通常モンスター幻王竜スパイラルのみで、幻王の都パシフィスで生成するトークンで戦います。高ステータスの通常モンスターを並べてのビートダウンがメインですが、幻王竜の天下による特殊勝利の戦法もあります。全8種類でレアが1種類、ノーマルが7種類、収録パックはシークレットパック大海原の覇者、マスターパックになります。幻鳥の刺客、アニメゼアルでドロワが使用しています。闇属性戦士族レベル4で統一されたエクシーズ召喚が得意なテーマです。種類が少ない上にカード同士のシナジーも薄く、テーマ単体でのデッキ構築が非常に難しくなっています。できることはアゲハ、モルフォによるステータス操作か、オールリア・ムーンリット・パピオンによるランク4エクシーズくらい。専用のエクシーズモンスターフォトン・アレキサンドラ・クイーンは、自身を含むフィールドの全てのモンスターをバウンスする強力な効果を持っています。全5種類でスーパーレアが1種類、レアが1種類、ノーマルが3種類、収録パックはレガシーパックになります。コードブレイカー、
アニメブレインズで草薙が使用しています。闇属性戦士族で統一されたリンク召喚が得意なテーマで、リンクモンスターメタが得意なのが最大の特徴。相手モンスターを弱体化させ高めのステータスを生かして戦闘破壊を狙います。全3種類でスーパーレア、レア、ノーマルがそれぞれ1種類、収録パックはレガシーパックになります。サウンドウォーリアー、風属性機械族で統一されたシンクロ、ペンデュラム召喚が得意なテーマでステータス操作を行います。ペンデュラムモンスターは展開効果を持っており、ペンデュラム召喚と合わせてシンクロ素材を準備できます。チューナーモンスターの3体はそれぞれレベル、種族、属性を変更する効果を持っており、通常テーマ内では出せないエクストラモンスターを出すことができます。全11種類でスーパーレアが3種類、レアが3種類、ノーマルが5種類、収録パックはシークレットパック、歯車の軌道、マスターパックになります。ダイナミスト、水属性機械族で統一されたペンデュラム召喚が得意なテーマで、戦闘に関する効果を持っています。モンスター効果は戦闘破壊した時に発動する効果や貫通効果、連続攻撃など戦闘に有利になる効果を持っているので、ペンディラムカードで守りつつ戦闘を行い効果を使用していきます。全14種類でスーパーレアが3種類、レアが2種類、ノーマルが9種類、収録パックはシークレットパック成長する竜剣士、ソロモード秘境に生きる蒸気流、レガシーパックになります。デビリチャル、儀式召喚が得意なテーマでリクルートでリリース要因を確保できます。デビリチャル効果モンスターは手札の儀式魔法か儀式モンスターを見せることで手札から特殊召喚し、デッキから別のデビリチャルを特殊召喚できます。さらにデッキから特殊召喚したとき、デッキか墓地から儀式魔法か儀式モンスターを手札に加えることができます。全8種類でスーパーレアが2種類、レアが3種類、ノーマルが3種類、収録パックはシークレットパック、霊妙なる降臨、マスターパックになります。ドールモンスター、漫画ゼアルでコロンが使用しています。通常モンスターを中心としたエクシーズ召喚が得意なテーマです。主に攻撃力か守備力がゼロの通常モンスターという指定でモンスターを展開します。テーマ内にはランク4しか存在しませんが、レベル変更や通常モンスターの選び方によって様々なランクのエクシーズ召喚が可能です。全6種類でスーパーレアが2種類、レアが2種類、ノーマルが2種類、収録パックはシークレットパック、愛された人形たち、マスターパックになります。バウンサー、アニメゼアルでゴーシュが使用しています。戦士族で統一されたランク6のエクシーズ召喚が得意なテーマです。ファントムバウンサーは破壊された時と条件は厳しいものの、同盟カードを含むバウンサーカードを2枚サーチできます。このカードで準備を整え、モンスター効果を無効にできるエクシーズモンスター、フォトンストリークバウンサーで妨害しつつ戦うのが基本戦術です。全5種類でスーパーレアが1種類、レアが1種類、ノーマルが3種類、収録パックはレガシーパックになります。パペット、漫画遊戯王 R で北森玲子が使用しています。地属性戦士族で統一されたテーマで、地属性戦士族に関する効果を持ちます。ほとんどがテーマ名ではなく地属性戦士族に関する効果を持っています。また上級モンスターは相手がドロー以外の方法でデッキからモンスターを加えた時に手札から特殊召喚できるという珍しい効果を持っています。全5種類でスーパーレアが1種類、レアが2種類、ノーマルが2種類、収録パックはレガシーパックになります。 B フォース、アニメアーク5でシンジウェーバーが使用しています。風属性昆虫族で統一されたシンクロ召喚が得意なテーマでバーン効果を持っています。メインデッキのモンスターはステータスが低くそのままでは戦えませんが、特殊召喚効果を持ったモンスターが多くシンクロ召喚を狙えます。ダメージを与える効果やステータスを下げる効果、2回攻撃など戦闘を有利にする効果を持ったカードが多く、一気にライフを削ることができます。全12種類でスーパーレアが2種類、レアが4種類、ノーマルが6種類、収録パックはシークレットパック進化する甲虫、マスターパックになります。ホーリーライトニング、アニメゼアルでドルベが使用しています。光属性天使族レベル4で統一されたエクシーズ召喚が得意なテーマで、素材3体以上のエクシーズ召喚が最大の特徴。メインデッキのモンスターは手札からの特殊召喚かドロー効果のどちらかまたは両方を持っています。手札を補充しながら次々とモンスターを展開しエクシーズ召喚を行います。一部のモンスターは素材3体以上のエクシーズ召喚にしか使えない、素材3体以上のエクシーズ召喚に使用した場合にエクシーズモンスターに付与するなど、素材3体以上のエクシーズ召喚に関する効果を持っています。全8種類でレアが5種類、ノーマルが3種類、収録パックはシークレットパック7項の剣、マスターパックになります。魔装戦士、ペンデュラム召喚が得意なテーマで通常モンスターに関する効果を持つのが最大の特徴。魔装戦士は戦士族、イーサルウェポンはドラゴン族で統一されています。テーマとしての噛み合いはあまり良くなく、パワー低めのグッドスタッフのような印象です。全9種類でスーパーレアが3種類、レアが5種類、ノーマルが1種類、収録パックはマスターパックになります。マリスボラス、アニメゼアルセカンドでナンバーズ96が使用しています。闇属性悪魔族レベル2で統一されたエクシーズ召喚が得意なテーマです。いずれもモンスターでそれぞれ特殊召喚できる効果を持っていて、ランク2エクシーズにつなげることができます。全3種類で全てノーマル、収録パックはレガシーパックになります。
メガリス、地属性岩石族で統一された儀式召喚が得意なテーマで、儀式魔法を使わずに儀式召喚するのが最大の特徴。モンスターはすべてレベル2、4、8の儀式モンスターで、下級モンスターはフィールドで、上級モンスターは手札から発動できる儀式召喚効果を持っています。下級モンスターは自身を儀式召喚のリリースとしても使えるので、召喚時効果でアドバンテージを取りつつ、何度も儀式召喚を行います。全11種類で、スーパーレアが1種類、レアが4種類、ノーマルが6種類。収録パックは、マスターパック霊妙なる降臨、ソロモードメガリスの謎、レガシーパック、マスターパックになります。リアクター、アニメ 5Ds でボマーが使用しています。闇属性機械族を中心としたテーマで、相手の行動に反応するバーンが最大の特徴。3体のリアクターはそれぞれ相手がモンスター、魔法トラップを出した時に、1ターンに1度800ダメージを与えます。3体の合体モンスター、ジャイアントボマーエアレイドの火力を生かし、戦闘、効果ダメージで削っていきます。全6種類でスーパーレアが2種類、レアが4種類、収録パックはレガシーパックになります。以上がウルトラレアが含まれないマイナーテーマ23選です。デッキ構築のご参考になれば幸いです。これらのテーマを使った面白いデッキを考えた方がいれば、ぜひコメントで教えてください。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。